皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、10分でできる時短メイクとヘアセットについてやっていきたいと思います。5分メイクやったんですけど、それを今回は10分に伸ばして、かつヘアセットも入れ込むっていう感じでやっていきたいと思うので、まあ、本当にね、終わるのかなっていうところもあるんですけど、最後までね、身を持っていただければと思います。それでは早速スタート。シミュレーションしてみたんですけど、やっぱりね、全然時間ないと思うので、意外とヘアに時間がかかりそうだなと思ってるので、メイク5分、ヘア5分みたいな感じで分けていきたいと思います。はい、よーい、スタート。はい、それではまずアイロンを温めておきます。使用しているのはソロニアのストレートアイロンです。だいたいこれを150度くらいに設定してスイッチをオンしておきます。はい、そして次ベースメイク入っていきます。使用するのがフーミーのモイスト BB クリームというコスメです。前回ですね、5分メイクの時にかなりベースメイクで時間がかかってしまったので、今回はなるべくベースメイクさっと終わるように、本当にこれ1本でメイク完了するアイテムを選んでみました。で、 BB クリームなので下地もいらないし、ファンでもいらないし、これ1本で本当に完結できます。かなりですね、薄付きなんですけど、カバーしたいところはしっかりカバーしてくれるので、毛穴だったりとか、そういう肌のアラはちゃんと隠せます。で、塗るときは指の先とよりかはもう指の腹全体で塗ると、急いでるときは早くできるのでおすすめです。はい、ベースメイクが終わってから1分半ほど経過しているんですが、こんな風に見せてる余裕ないんですけど、使っていくのが3のシマリンググローディオです。指にとって、この鼻筋に塗るとちょっとツヤが出るハイライトですね。まあ、顎に塗ったりとか、とこの唇の山の上や頬骨のあたりに塗ると、あの自然なツヤ肌になります。はい、そしてこれ時短テクニックなんですけど、このハイライトをこのまま涙袋に塗って、もうアイシャドウ代わりに使ってしまいます。あえてアイシャドウを使わずに、もうこのままいけば時短で済むので、ここは1個ポイントですね。はい、でもう1個、本来であればチークとして使うカラーがあるんですが、これをね、今回はアイシャドウとして使用してしまいます。結構ね、ツヤが綺麗なので普通に可愛いです。ちょっと勢い余って濃く塗りすぎてるんですけど、もうちょっと薄く塗ると本当に自然なツヤブラウンみたいな感じで、めっちゃ可愛いので、結構ねおすすめです。はい、いつも使ってる資生堂のビューラーでまつげを上げていきます。丁寧に全体的に綺麗に上げれるのが理想なんですけど、とりあえず、まあ、時間がないので根元の方を中心的にグイッと上げています。はい、これ撮ってる時かなりね、時間ないやばいって思ってたんですけど、今こうやって動画見返してみると、どこからこのゆったり感が出てくるのか本当にわかんないくらい、めっちゃのんびりしてますが、内心はめっちゃ焦ってます。はい、で今使ってるのがマジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダーロングロングロングです。とにかくダマにならずに塗れるマスカラをと思って、今回はこれを選んでみました。あのブラシがコームタイプなので、サササッと塗っちゃってもだいたい綺麗に仕上がります。はい、眉毛はですね、こちらビボのアイブロウペンシルを使っています。で、これですね、ペンシルなんですけど、かなり芯柔らかくて、あと太めのタイプなので、パキッとせず、すごいね、ふんわりと仕上がってくれます。パウダー使わなくても全然そんなにきつくならないし、急いでる時はこれかなりおすすめです。描きやすいし、あと値段もね、数百円とかで、めちゃくちゃコスパがいいです。はい、でふんわり仕上がるので、今回はパウダーを使わずに指でちょっとこの眉頭をぼかす程度で終了です。はい、パウダーやらない代わりに眉マスカラ塗っていきます。使っているのはデジャブのアイブロウカラーです。で、これ何回かご紹介してるんですけど、このブラシの部分がめちゃくちゃ細くて塗りやすいので、正直時短メイクじゃなくても使いやすくておすすめです。はい、リップは B アイドルの新作無敵テラコッタっていうカラーを使ってます。なんか時短メイクで選んだっていうよりかは、普通にこれは色が好きだからちょっと選んでみました。はい、チークはですね、あんまり普段塗らないんですけど、こういう時こそちゃんとメイクした感を出すために今日はちょっと塗ってみました。ただ一気に濃くなりすぎて失敗しても嫌だったので、薄付きになるものを選んでます。カラーはピンクとオレンジの間みたいな、ちょっとコーラル系のカラーです。はい、そしたらちょうど5分ぐらい経ったので、まあ、時間配分もいい感じで、メイクもほとんど終わったので、次はね、髪の毛移っていきます。で、今回やろうと思ってるのが、後ろの方で低めのお団子なんですけど、とりあえずですね、遅れ毛とそうじゃないところを分けるために今髪の毛を分けてます。いらないところは耳にかけて、まあ、こんな感じかなっていうのをだいたい決めます。はい、で後ろで一旦一つ縛りをしていきます。なんで笑ってるかわかんないんですけど、多分ね、説明する余裕がなくて笑ってるんだと思うんですが、どういう感じでお団子していくかは最後の方にね、ちょっと解説するので、はい、とりあえず今は髪型を作ることにちょっとね、専念するので、説明はしばらくお待ちください。
はい、で私みたいに髪の毛が結構長いとそのうねりとかも結構あるので、それをアイロンでストレートに戻すよりかはもう後ろでまとめちゃった方が早いと思って今回はねお団子にしました。はい、でお団子なんか終わったみたいなので、ちょっとねあとは全体的にほぐしていきます。でこれもね多分今ね若干やりすぎだと思うんですけど、引き出しすぎると結構頭大きく見えちゃうんですけど、まあそんなことね考えてる余裕ないから多分こんな感じになってると思うんですが、ちょっとね多めに見てください。ただですね、あの意外とやりすぎても最終的になんかそれなりに見えるので、まあ、あんまり気にせずにどんどんやっちゃっていいと思います。でできたら次はですねアイロンで遅れ毛を巻いていきます。でこれ巻き方はねちょっといろいろコツ難しいんですけど、とりあえず毛先の方がストレートになってなければこれもそれっぽく見えるので、毛先をちゃんとカールさせるのをまずイメージします。はい、今回私が一番苦戦した前髪なんですけど、とりあえず全体的に強めに内巻きにしています。で最後の毛先の部分を手で外側に流れを作っています。で、ちょっとポイントとしてはペタンってなるのが嫌だったから、前髪のその根元の辺から結構しっかりアイロンを入れて内巻きを作っているっていうところです。ただねそう全体的にねうまくできなかったからあんまりなんかいい感じのこと言えないんですけど、まっすぐな毛があるとやっぱり目立つから、もうスンってなってる毛がないようにもう全体的にしっかり熱を入れます。はい、そしたら遅れ毛をねもう少しちゃんと巻いていきます。さっき毛先の方中心に巻いたので、今度は中間あたりから軽くカールをさせてあげます。あんまり強く巻きすぎずに中間にひとひねり入れるくらいのイメージです。でまあ遅れ毛の出す量は好みによるんですけど、あんまり出しすぎても逆になんかモサってしちゃうので、量自体は少ないんだけど毛束をしっかり細かく分けてそれぞれ別で巻いてあげるとなんかふわふわして可愛い感じになります。はい、そして意外とね時間があるっていうねまさかの状況なので、今ね後ろの方のほぐした毛をもう少しバランスよく整えてます。まあ、見えてないので感覚的な感じでやってるんですけど、正面から見た時のふわふわした毛も若干整えてます。はい、時間ないからとりあえずやめとこうって思ってたアイラインなんですけど、時間がまさかの余ったので目尻の辺だけさっと引いていきます。はい、眉頭もねほとんどかけてなかったので少し足してあげます。使ってたのはさっきのペンシルで、もう指でそのままちょっとクイクイって伸ばして、時間が余って終わりです。すごい。はいはい、意外とね1分弱ぐらい時間が余るっていう感じで、すごい自分でもびっくりなんですけど、髪の毛とか結構こうちょっと多めに見てもらって、すいません後ろを映してる余裕がなくてお見せできなかったので後ろをお見せしますね。本当に時間がない時はアイロンで綺麗にしたりとか逆に巻いたりするよりこっちの髪型の方が楽なんですよね。ゴムとかも見えてるしクオリティは全然高くないんですけど、一応もう一回やりますね。髪をね一つ縛りにします。高さはまあこんな感じ、耳のちょい下ぐらいで縛りますね。で縛れたらその段階でまずほぐします。ほんの少しだけこう縛りかけの途中みたいな感じに戻します。毛先をこれに巻きつける、こんな感じで。ここら辺にゴムがあるんですよ。またさっきポニーテールにするのに使ったゴムがあるから、そこに毛先を入れると、雑だけどお団子みたいになる。この辺の毛とかちょっと引き出したりして、本当はボサボサなんだけどボサボサじゃなくてゆるふわだよみたいな感じに持ってっちゃうっていう。ヘアアレンジはそんな感じかな。メイクのポイントは、あの前回ベースに時間かけすぎたので、もう完全に1個でできる BB クリームを使ったのと、あとこれ結構良かったですね。3のシマリンググローディオっていうハイライトなんですけど、白っぽいカラーがハイライトで鼻筋だったりとか涙袋に入れたんですけど、このブラウンのカラーをちょっと入れすぎたと思ったんですけどアイシャドウにしちゃったりとかっていうのがめっちゃ便利だったのと、そうあと前回と違うのがチーク塗ったこと。分かりにくいかもしれないけど、ピンチのなんかチーク塗ったんですよ。ほんのりね、普段チークしなかったとしても時間のない時こそチークすると血色出るから、今日メイクしてるねみたいな感じ出るかなと思ってやってみたら、確かに結構ねバランス良かったから、これは正解だと思って、メイクがめっちゃ早く終わったのも良かったし、あのヘアも意外と時間かかなかったから、結果多分9分ちょいで終われたっていう。
状態です。はい、ということで本日は10分で時短メイクとあとヘアセットまでやってみました。意外といい感じに終わったのですごい嬉しいですけど、朝の10分とか結構大きいですけど、10分あれば意外とね変わるので、時間ない方でもぜひねやってみていただけると嬉しいなと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。